ホーエルはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の12番艦。艦名はウィリアム・ R ・ホーエル少佐にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ホーエルは1959年8月3日にミシガン州ベーシティノで放造船で寄港する。1960年8月4日にハリー・エイチロング夫人によって浸水し。 1962年6月16日に収益した。ベトナム戦争で、ホーエルはトンキン湾のヤンキーステーションで航空母艦護衛の航空警戒任務に従事した。また、シードラゴン作戦に参加し、探索救助任務及び支援艦砲射撃を行った。ホーエルは1990年10月1日に退役。 1992年11月20日に除籍され、1994年6月20日に売却された。ホーエルは1994年にチャールストンシップビルダーズ社によって購入された7隻の退役艦のうちの1隻であった。同社はこれらの艦を発電所として使用することを計画していた。計画では、 各艦それぞれ50メガワットの電力を発電できるはずであった。ブラジルのマナウスは1967年にブラジル政府によって免税地域と指定されて以来急速に発展した。電力会社のエレトロノルテ社は電力需要の拡大に対応できずマナウスでは頻繁な停電が発生することとなった。チャールストンシップビルダーズは1997年に エレトロノルテと3000万ドルのマナウスに対する電力供給契約を結んだ。ホーエルは電力供給管に選定されたが、両者の計画は楽観的すぎた。エレトロノルテはホーエルがマナウス到着後数日内に電力供給を開始すると発表した。チャールストンシップビルダーズは、艦のブラジル執行前に設備を完全にテストせず、 建造から38年経過した艦の手記がどの程度の修理を必要とするか認識していなかった。ホーエルはブラジルに到着すると電力を供給する前に数週間の修理が必要となった。修理は多くの部品と専門家を必要としたため、ブラジルでの遂行が困難となり、チャールストンシップビルダーズの上層部は艦の帰国を決定した。 一方多くのマナウス市民は約束した電力供給が行われなかったことに腹を立て猛烈な抗議行動が起こった。ホーエルは約束された電力の4分の1も作り出すことができず失敗の1年後にエルトロノルテはチャールストンシップビジュダーズとの契約を解除した。ありがとうございます。